こんにちは。ヒカルの語英語バージョン第1巻の中から英語を紹介しますね。139ページです。Well then, I just have to comply. ならばそれもよかろうっていうふうにサインが言っています。この comply っていうのは、応じるとか従うっていう意味の動詞なんですね。日本語でよく compliance っていう言葉を使いますけれど、それの動詞形です。